また去年までは世界選手権の背の字も考えてなかったんで、リオオリンピックは本当にただの観客ぐらいで応援してたんで、でその夢が目標に変わってるので、小学校は僕はもうレベルが低すぎて、むしろ小中高校2年まではレベルが低すぎて、いや一番苦しかったのは高校生活、もう地獄のような。僕の高校は体操界で一番きつい高校って言われてたんで、やっぱりその親元も離れてたんで全部自分でやらなきゃいけないし、まあもうやるしかなかったんで、いや今は高校があるから正直この先どんな苦しいことあっても僕は余裕だと、まあどこに所属してようと、まあ体操から離れようと、あの高校生活があるに比べたらもう比べようならないぐらい余裕だと思うので、基礎を叩き込むにはやっぱりやり続けるしかないですし、基礎をやったらそれを生かして技をやっていく、で多分すぐに基礎を技に生かすことはできないと思うので、また基礎をやってたぐらい技をやり続けて、そしたらその基礎の生かし方が分かるっていう、まあ、成長できない人に言うのであれば、やっぱり2段3段飛び越えるから技ができなくなった時にどうやって戻ったらいいのかが分からないっていうのがあるんで、やっぱり一つ一つ登ってって、技ができなくなったら一つ段階戻って、それがダメならもう一つ戻ってまた戻っていくにしないと。まあ、今の立ち位置に全く満足はしてないので、もっともっと上を見据えて、もう下を突き放すぐらいの気持ちで鉄棒を極めていって、東京オリンピックの予選はもう来月から2年間かけて始まるので、まあ、20年やってきてたったあと2年半なので、それぐらい死に物狂いで頑張ってもいいんじゃないかなっていうのは今思ってます。最後までしがみつくようにメダル狙いに行きたいっていう気持ちです今は。